地域づくり講演会はこの地域を自分たちで盛り上げてもらおうと制作課が開催したもので、この日は自治会関係者を中心に町民67人が参加しました。はじめに水谷町長がこの先自分たちの住む地域をどのようにしていけば住み続けることができるか、自分たちで地域計画を考えていってほしいと思います。そのために今日の講演を今後の地域づくりに役立てていただきたいですと挨拶しました。講師には東院町の第6次総合計画の策定審議会や行財政改革検討委員会など東院町の地域づくりに深く関わっている四日市大学の岩崎康則学長を招き、これからの東院町の地域づくりについてをテーマに講演が行われました。講演では岩崎さんが2030年に75歳以上の人口が5300人でピークを迎えます、それに向け2025年までに地域包括ケアシステムを整備することが大切ですと話した上で、さらに町がやらなければいけないことは自宅での看取りや介護保険制度の維持をしていくことです。一方で今後の一番の課題は生活支援と介護予防をどう行っていくかということですと話すと、参加した皆さんは時折メモを取りながら真剣な表情で聞いていました。関係者の一人は地域づくりは自分たちでやっていかなければいけないという思いがある中、どうやって取り組んでいくのか不安を感じている人が多いです。今日の話をそれぞれの地域に広げていくことによって地域づくりの大切さを考えるきっかけになれば嬉しいですと話していました。政策課では今後も地域づくりについて考える講演会を行っていくということです。